沈みがちな木先のために故郷の火山地帯を模して作らせた庭園回廊だったのだ。故に塩山回廊と呼ばれている。この自然が全部人の手で、小型の動植物以外はよく見ると張りぼても多いと聞く。そう、でもまるで故郷のクリーンの森に戻ってきたみたい。 ガルドス、だがまだ残りは。ああ、マインドスピーカーが古かった。ちょっとしてガルーに妨害されてたりして。ああ、ああ、ピグマリオンです。こっちもマインド。 マインドスピーカー切れちゃったけど。
医者も？やっとつながったか。そちらの状況はどうじゃ？あたりは敵ばかり。最高の気分よ。いやいや、減らず口を叩く元気があるならば結構結構。さて、本題に入ろう。そちらでリュクスを見かけんかったかの？リュクス？司令部にいるはずでしょ？まあ、そのはずだったんじゃが。すまん、血と目を離しとる隙に蓄電されてしもうての。俺、あいつは以前から演算回路に行きたがっとったじゃろう。ひょっとしたらと思うてな。まさか、こんな敵だらけの場所、病気の子供がうろうろできるわけないじゃない。違いない、さすがにわしの思い過ごしじゃな。何、すでに人をやって探させとるからじき見つかろう。今は任務に集中するんじゃ。了解。気をつけて。そこしらの感じは。
勝利よ。よかった、二人とも無事で。それはこっちのセリフよ、リュクス。あんた、自分がどこにいるのか分かってるの？分かってるさ、演算回廊だよ。いいえ、分かってない。ここがどれだけ危険な場所か何も理解してない。本当に分かってるよ。それにこの回廊なら僕の方が詳しいんだし。どういうこと？ここに3年前まで父さんが団長を務めるゴートナイツが駐留してたんだ。その時何度も来たから、この辺りは僕にとって遊び場みたいなもんさ。それに騎士団の拠点フォートグリフィンには僕の友達がまだ残ってるかもだし。まさかゴートナイトの生き残りが？確証はないけど、その後もみんな戦地から帰ってきてはいないよ。でも複雑な構造の演算回廊を抜けるにはこの場所を知っている彼らの助力が必要なんじゃない？その拠点を確かめてみる価値はありそうね。そう来なきゃ。だけど約束して。危ないから決して私たちよりも前に。こっちだよ、ついてきて。おかしいな。
できないわ。知れないものを感じるわ。すでにあなたと私は一心同体。冗談よ。
気をつけて。気をつけて。底知れないものを感じるわ。
さすがね。勝利よ。